チップショットの距離調節は膝が肝である。グリーン周りのチップショットですね、大体このぐらいの、距離を打つときにですね、微妙な距離感をどのように取っていくかということですね。で、膝の使い方だけで変わってくるということですね。この足の動きです。まあ、基本的にチップショットではですね、ベタ足、足を使わないでですね、ヒットするというのね、が、まあ、主流というか考えにあるんですけれども、このように足を使わない。ただですね、こう足を使わないということは、手でね、距離感を作ろうとする方、このようにね、足を動かさないで手でただ打つ、これだとなかなか距離感が出ないので、微妙な距離感を膝足で、このように足を少し押し込んでいくだけで微妙に距離を調節する。通常から少し押すことでロフトが少しこのように立ちますね。これで距離が少し伸びます。同じ振り幅でも、この膝足でここの右の足を膝を押し込むだけでいいですね。まあ、この使い方をするだけで、ロフトが立ちます。だから距離が調節できない方っていうのはですね、この膝が使ったり使わなかったりするんで、意図的に使ったり、使わなかったり、調整することで距離を、距離感を掴んでください。このように足を使わないっていう風にして手だけで打ってしまうと、このようにね、ノーパンチになってしまってパンチが入ることもありますから、足を使ったりこう使わなかったりですね、膝の動きを取り入れることで距離を飛ばしたり飛ばさなかったりする。これが、ベタ足状態。それに対して少し膝を押し込む、こんな感じですね。これがまずは、ベタ足、これが足を入れている状態、少し膝を押し込んでいる状態。これでキャリーがですね、そしてまあスピン量とかランが微妙に、変わってですね、距離が飛んだり飛ばなかったりね、これで飛んだりしますね。このちょうど押し込む動きでロフトが立つということですから、そうすればスピン量にも、が少し減り、前に押し込むような形になるということですね。膝の使い方で距離を調節する練習やってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフメールマガジン、YouTube では伝えきれない内容を詳しく限定動画と文章で解説、定期購読はもちろんバックナンバーのみでも購入可能です。メルマガ登録をよろしくお願いいたします。そして原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はメルマガ登録同様、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。